はい、渡辺真史です。今回はね、戦闘効率マスターコーリングカード解説の実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これまずね、弊社からコーリングカード変更のプレステージチャレンジ項目の一番右側が戦闘効率になります。あの、今作 IW もね、あの前作 BO3 みたいにマスターコーリングカードがね解除できれば、マスターコーリングカード解説の方も今後やっていくんでね、よろしくお願いします。まず FMJ アタッチメントを使用して300キロ、ホローポイントファラデースラグのアタッチメントを使用して300キロ、あのホローポイントファラデースラグはヘッドショットが強化されるアタッチメントで、でホローポイントかファラデースラグということでね、ホローポイントは実弾の専用アタッチメントで、でファラデースラグがあのレーザー銃の専用アタッチメントなんでね、でサプレッサー装着時に300キロ、射程拡大アタッチメント装着時に300キロ。であの実弾の方だと、こちらもあのレーザー銃アタッチメントの実弾とレーザー銃だとのアタッチメント2種類あるんでね、まずあの射程拡大アタッチメント、あ BO3 ではロングバレルなんだけど、で今作はあの実弾の方がライフルバレルで、レーザー銃だとねパーティクルアンプになるんでね、をつけて300キロ、で次レーザーサイト装着時に300キロ、サイト使用中に300キロ、あのエイムね、 ADS しながら300キロ、腰ダメだとこれ進まないんだよこれね。でオートシアのアタッチメントを使用して300キロ、これあのハンドガンのアタッチメントでね、これも武器もハンドガン全てにはないんでね、これね、セミオートのやつだったと思うんだよね、セミオートの単発の武器をこのオートシアっていうのはね、フルオートに変化させるアタッチメントなんでね、これね、オートシア、ケンダル44だけだったかな、あ2種類あったような気がするんだけど、これで300キロすればいいんでね。でラムサーボのアタッチメントで300キロ、これラムサーボはあのレーザー銃、実弾にはないんでね、これね、あのレーザー銃威力が強化されるアタッチメントで、これで300キロすればいいんで、で隠れる場所なし、 FMG アタッチメント装着時に30貫通キロで、ズドーン、ホローポイント、ファラデースラグ装着中に50ヘッドショットキロで、ロングヤード、射程角でアタッチメント装着時に50ロングショットキロで、オンザゴー、レーザーサイトを装着中に50腰打ちキロ、これただアタッチメント、それぞれのアタッチメントのをつけてキルをすれば解除できるんでね。で一番最後に残ったのがこれでね、隠れる場所なし、 FMG アタッチメント装着中に30貫通キル、これあのエグゼスのチームデスマッチでね、 VPR だったと思うんだけどね、 VPR に、あ VPR だったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、あ VPR じゃないか、あ VPR だな、 VPR で解除したんだけどね。でこれね、初めてなんで、ね、IW でねマスターコーリングカード解除したのはこれが初めてなんでね。マスターコーリングカードはね、前作の BO3 みたいにアニメーションになってるんでね、早速組み合わせていきたいと思います。これ初めてなんでとっても喜んでます。徐々にやっていくんでね、次これが早いと思うんでね、戦闘ハンドリング、バリスティック CPU とこの白いハトっていうやつだけもチャレンジ残ってるんでね、これバリスティック CPU はスナイパーライフル専用のスナイパーあのアタッチメントでね、バリスティック CPU 装着時に300キロ、バリスティック CPU はブレを軽減するやつでね、これね、あと
今300キロ中203キロ進んでるんだと97キロやればこれバリスティック CPU 装着した状態であと97キロすればこれ解除されるんでね。でこの白い鳩が DR 装着時に空中で25キロ DR ハンドガンの DR とかね、あとハンドガンの DR で空中で25キロ、25キロ中3キロやってて、あと22キロやればこれ解除されて、これハンドリングマスターが解除できるんだけどね。これハンドガンのデュアルじゃないとこれチャレンジ進まないんだよこれね。あとはまだまだこういう感じでね、あのやっていくんだよったこれね、他のあのコーリングマスターコーリングカード解除でき次第また解説やっていくんでね、こう期待ください。ちょっと以上にしていくかな、これはい以上にしたいと思います。はい、今回はね戦闘効率マスターコーリングカード解説の実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。